はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで今回も、伝承の方やっていこうかなと思います。今何でやったっけ、ススやったっけ。あ、琵琶法師言うとるな。力を湧くわけ。この琵琶法師に話を聞いてまだ伝承に行きたい。お侍、どうぞこちらへ。はい、何ぞや。面白い話を知っておるようだな。アザモで会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。そうかい。行く桃戸瀬の昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。八幡の鎧か。海賊ども押し寄するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。すげえ鎧や。幾とせの後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。俺かや、それか。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこに行けと。そこはアザモの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。そっかそっか、この花か。伝承忠頼の伝説だそうです。紫の花咲き乱れるところに行きますか。猛虎を倒すためならば手段は問わねえ。もうやったもんな。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはずだそうじゃ。ベベンベンベン。ということでね、行き先がここですね。はい。で、少々私も強くなっておりまして、防具とかもレベルアップいたしました。3になって2か。あ、そんな強くなってねえか、うん、で武器は強くなった。はい。5まで上げたんかな。結構強くなってる。威力がね、マックスまではまだまだ程遠いですけどね。はい。というわけでも、このガチ装備でね、向かいたいかなと思います。まあ、というわけで、とにかく近場に行きたいんで、ワープできるとこあんのかな？無理か。ここか、一番近いの。で、こっからね、行きましょうか。紫の冠とか言ってましたけどね。まあ、とりあえず紫の花を探すのが大事なんじゃないのかなということで、まあ、風の赴くまま、気の向くまま、行きましょう。こっちか。さあ、すぐ見つかるのか。これどうやって行くんだよ。この断崖絶壁やん。100メートルって書いてあるね、目的地。回っていかなあかんかな。もういろいろとね、進めないとね、私も。ほんとね、サブクエばっかやってますんで、うん、もうそろそろストーリーを進めないとね。紫の花を探せと。もうこれ風出ないんだな。どこに、あった。もう見つけたぞ。ほれ。見つけ申した。あ、ちょ、なんかいるやん。わしだ。加減はせんぞ。加減はせんぞ、この野郎。やりか、やっとうか。さあ、行くぞ。はい。はい。ほう。ナイスメン。あとは、お前か、お主か。あ、やべ、やべ、あ、危ねえ、危ねえ。さあ、来い。はい。
やっちゃった。はい。お強いですね。とどめを、ね、はい、物資をいただきました。お強い、ジンさんお強いですね。まあ、というか多分この上の方かあっちの方か、紫の木がありますね。この花のことを奉仕が話しておったな。話しておったな。続いておるはず。屍でじゃあ、あ、風吹いてる。冠に続いておるはずだぞ。はずじゃと。どっかから上がらなきゃならん。どっから上がれんだろう。夕方になってきたな。あれかな、あの上かな。行ってみよう。ああ、もうついてるやん、マーク。で、この上ですね。どうにかして上がるんでしょう。ああ、このまま上がっていけるか。さあ、行きましょう。ぜーって言ってますけどね。バテるんやな。スタミナが出てないかわからんけど。ここが冠。ただよりの鎧があるはず。はい。こうだ。まだ新しい。誰かが線香を備えに来たんか。中に何かあるようだ。ただよりの伊織への地図。ほうほうほう。そこへ向かえと。これどこなんだ。地図に記された場所を探せと。見てみますか。ここか。とにかくここに行けと。まあ、ただ地図を見ると、水がうにょってなってて、おそらく北の方ですよね。うん。家があって、なんかあの、灯籠みたいなのがあると。で、ちょうどここにうにょってなっているところが、多分この狐のとこから行ったら近いんじゃないのかなと思っております。じゃあ行きますか。さあ。なんかある。空よ、参れ。はい、というわけで地図見よう。北に向かわないといけないでしょ、多分。この辺かな。この辺にあるのかな。ここっぺーな。ここっぺくね。ここっぺか、ここっぺに。ここっぺっしょ。これとにかく、頼むぞ。こっちか。頼むぞ。気向きでやってんな。ああ、ちょっと左気味かな、もうちょいな。どうなんじゃろ。あ、紫の穴が出てきた。敵もいるわ。もうほっとこ。紫の、草が生えておる。多分この辺だ。ここにも紫の菊あるの。ただよりの寄りは近いな。近いの。険しすぎて登れぬ。別の道があるはず。これか。よし、来た。いろり、いろりじゃないわ。あのね、灯籠があるからね。よし、来たね。ただよりの案。来た。よしよし。さあ、やってまいり申した。あっちか。ほい、やばいかな。あぶねえ。ちょっと、あ、死んでる。もうから、なぜここがわかった。はい。地図、冠のものと似ているな。そうか。ただよりの伊織。やだね、なんか戦わさされそうな雰囲気醸してますな。とりあえず周りを一旦ね確認しよう。はい、物資。この中はこれは関係ねえか。物資ですね。まあ、誰の墓だろうか。はい。紫の冠と同じ子を炊いて間もない。炊いて間もない。なんか書いとこうか、一応。丸にしよっか。水の型にしとこうか。時は経ち流れ静まる。ただよりは安き心もて、弓ひかばあまたを射抜く。弓のやつかな。出てくんのも。長尾家の家紋だ。ただよりの一族。おう。ここで何をしている。楓。出たー。争う気はない。我が名は酒井仁。
志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。聞く気なしやな、するがよい。ええー、一騎打ちですね。勝負。ごつ読んねえな。大体ブスやな。女は切れるだろう。来るか。殺したくはない。殺したくはねえんだよ。あ、やばい。まだやるか。やっぱり強えな、お前。うわ、やったとお前。あれやったったとお前。なんか技。ただより様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。ただより様の墓所を怪我しようって。ざま。やべ、これやるやつや。はい。おい、それやったらダメな。おい、でめ、あんま減らねえな。またそれか。同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い、盗人風情め。あ、増えて、やべえ、一気に削られた。ダメだ。なんてこった、なんてこった。殺したくはない、諦めろ。あ、これは母さんか。青いのは母さんがダメだ。はい、やべ、めっちゃ母すやん。あ、だから青いのやめて。あ、じゃあかわしすぎ。それかい、まだそれかい、あんた。やべ、痛い。それは痛いわ。いや、それは痛いって、それ痛いって。ただより様の墓所を土足で荒らすとは。必殺技使ったらダメだな。ただより様の墓所を怪我しようって。はい。三角打った方がいいかな。あれだ、やべ、やべ、全然減ってないや。全然減ってないじゃん、あんた。やべっち。ダメだ、三角打ってないとダメだ。痛い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 、それ痛い、それ痛いわ。三角いかなあかんかな。やべ、うわ、強え、避けた、あいつ。強いっちゃ、強いだっちゃ。死んだわ。おい、ハード大丈夫か、俺。防具上がってんのに。上がってきたぞ。え、来い。諦めろ。よし、これだ。回避させなきゃ。はい。あの、いなさなきゃダメ、いなすが、避けさせなきゃダメ、避けるっていうか、あの、かわさなきゃダメ。よいしょ、いい。よいしょ。美しく勝つよ。ただより様の墓所を土足で荒らすとは、不届き千万。ただより様の墓所を怪我しようって。あ、それか。あれ、よいしょ。いいよ、いいよ、はい。よし、慣れたぞ、お前には。お前に慣れちゃったよ。よく戦うな。はい、はい、来いよ。よし、慣れたぞ、お前。よし、よっしゃ、ざま。何とぞお待ちを。そんなに急に。我が名は楓。
忠頼様の末裔です。お前それで許してもらえと思ってんだもん、殺す気やったのに。殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできれば良いのですが。そうかい。鎧は行方知れずで。マジかよ、お前知らねえのかよ。古い書にこんな一文があります。忠頼公はアザモウラを永遠に見守ると。おう、鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。おうほう。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。はい。アザモウラ、今お前村の裏にある切れねえわ。村の裏にある山か。そうかい。こいつも、重くそ殺す気で来たくても、あんまりさ、死にかけたらさ、それかよ。こいつ、男か女かわからんな。この時代の女って。この時代の女かどうか、時代の女はみんなこうやったかわからんけども。じゃあ見ましょう。めちゃくそ遠いやないっけ、お前。こんなとこ行くの？え、どっから行こう？じゃあ、この辺から飛びますか。さあ、近場に来ましたな。この辺あれあんじゃねえの？コオロギっしょ。やはり。墓場にはね、このコオロギがいてね。これもね、収集物ですね。やっていきましょう。5つも取っていいよな。こっちの方ですね。いよいよあと100メートル。もう近しいですな。あ、紫の菊があった。あ、誰かおるね。誰か襲われ出してた。危ねえぞ。やつら、奉仕を。やべ、見つかったら殺されるやつかな、もしかしたら。じゃちょっと後ろから回して、回って暗殺していくか。ちょっと待て、お前。急ぐな。まだ見つかんないよ。見つかんないで。見つかんないで。逃げて。二人が逃げて。やべえから。やべえ、殺される、殺されるやん。ちょっと待って、こらやめろ、これ、それやめろ、爆発しろ、おめえたちもまとめて爆発しろ。あぶない、危ない、危ない、ちょ、危ない。こいつゴリラがいる。やめろ、こら。あ、死んだ。え、ちょ、ドカンってやんのやめて。ちょ、武器買いたいのに。くない、はい、クナイがあればなんとかなるさ。クナイがあればなんとかなるさ。ボショじゃ、ちょっと、これガードできるよ。なめんなよ。こら、ボケ！ボショだよ。ボショじゃねえよ、この野郎。しのい！しのい！なんかよこせ、お前、いいもの、これ。え、落ちていった？大丈夫？あ、死んでるか。なんか返せ、お前。爆弾とか、その、クナイとかも返せ、全部、お前ら。デカブツなんか持ってねえのかよ。いや、もう助けましたけど、ちょっと待って。取り持ち。やった、これ爆弾いけんじゃね？爆弾いけんのか。取り持ち爆弾もつないもいけんね。もうとっさに買いの大変なんだから。ちょっと待ってな、こうアイテムあると思うから、そういうの戻っていこうか。あ、何にも取れねえな。はい。助けますけど、ちょっと待ってな。取れるもんちょうだい。はい。どうぞ。待たせてしまったな。琵琶法師か。相変わらず目が死んでおるな。三階様、よく来てくださった。忠頼の末裔に導かれた。何があった？忠頼公の嫡男が書いた巻物を。でお前もう話しすっときで声変わるな、喋り方が。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？いえ、三階様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのかな。マジか、私の勝ちですな。マジかよ、殺されかけとったよ。石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。はい。忠頼の石碑だ。これか。よくお前一瞬でお前こんなとこ埋めたな。あ、ね、石碑の後ろに隠れてるだけか。
忠頼の鎧、絵も言われぬ美しさだ。オプションで確認。弓を引く速さと矢を使える速さが 15%、 集中が1秒増える。頭を射抜くと集中制限時が25%。なんかあんま良くないな。弓矢、これ弓矢使わねえもんな。こっちの方がいいでしょ。はい、下がっておれ。え、何が？もうなんか来とるやんけ。猛虎は来とるんか。猛虎は来ておるの。どっか来てる。あんとこいるわ。死ね。どこだ、あのいる。やめろ、死ね。よし、オッケー。ほい、終わったか。あ、来てる来てる。死ね。ほら、やめろ。こうしよう、こうしよう。ほら、やめろ。お前らそれだけか。弓矢のやつだけか。やめろ、殺しに行ってる。早く殺しに行ってる。行ってる。ほら、やめろ。ほら、早く。ほら、やめろ。やめろって。よし、はい。で、死ね。豪将だって。やめろ。弓矢だけやったら俺の勝ちだぜ、お前。はい、ダーマ、おい、弓買わせるの持っといてよかった。え、まだいんの、どこ。あ、いっぱいいるやん。よいしょ、はい、新手が来るぞ。まだ来んの。え、まだ来んの。ほら、やめろ。爆弾で死ね。とにかく死ね。王将じゃねえってお前。はい、うん、っよし、オッケー。この雑魚ども目が、てかあの鎧なら来たら大変な目だったな。弓だけでは倒せんでしょ、こいつら。倒せたんかな、弓で。おかげでいろいろ回復できたわ。あのカナエと、カナエかカナデと戦ったやつか。ただより功の最大かと思いました。ほんまですか。全然意味使ってませんけどね。まあ、強さだけはただより功ぐらいあるかもしれんな。危なかったな。矢を全然使わなかった。矢を使った方が良かったんかな。矢に弱いやつやったかもしれんね。まさに弓取りのための鎧だ。全然その鎧来てないけど。お話ししてよかった。全然来てませんけど。それさて、そろそろ出立いたします。そうですか。よっしゃ、伝承、ただよりの伝説、お芝居であります。やったー。噂が広まる。侍の、影の侍。体力、最大体力を増えたと。煙玉、鈴だね。よし、これでおびき寄せれるか。音を立てれば万兵が来る。鈴を使って遠ざけるか引き寄せるか。そういうことができるんだの。わがり申した。でんでん。ま、出立してないやんけ、お前。全然出立してないやん。チューニング？チューニング中かな。めっちゃ弾いてるやん。はい！というわけで今回も伝達の方をやりました。まあ、次回またストーリー進めていきたい。お、乗ってきたね。乗ってきたね。ロックやん。乗ってますな。はい。というわけで、パテモス協会でございません。ご視聴ありがとうございました。デベメン。